後書き、夜の道連れ、三好十郎。出利ということは、多分西洋にはないことである。晩年のストリンド・ベルヒのものや、ヘルマン・ヘッセの作品などに、ややそれに似たものが提出されているが、いずれも少し違うようである。出利というものは、東洋独特のもので、 ヨーロッパ的なメトーデのどんなものを持ってきても解明できないもののようである。それを書きたかった。書きたいといっても例の通りに私の場合には自分の実生活から切り離された観念的追求だとか作家的意欲だけから来た欲望ではなくもっと直な自身の内外のゴミやアクタなどが たまりにたまって発光し始めたところから発してくる欲望であるため欲望の動機も作品自体も半ば以上は一種の無意識活動のようなところがあるそういう要素のこれは特に強い作品であるこんな創作方法自身がすでに西洋的メトーデの中にはあまりないものかもしれない自分の作品に いちいちモデルがあるなどということは作家の自慢になることではない。特にこの作品などの場合はモデルなどというよりも敗戦後の夜更けの郊外の公衆街道をとぼとぼと歩いていく人間の目に見耳に聞くものをありのままに取り上げようとしたいわばドキュメンタリーを志したものである。このようなな生き方が正確な意味で 戯曲と言えるかどうかを知らぬ。戯曲でないと言われても、私は一向に困らない。戯曲は、まず演劇のためにあるのではなく、戯曲自身のためにあるものだからだ。だから、この作品も、やっぱりこれで戯曲なのだ。この作品を読んでくれたある人が、これを現実の夜更けの公衆街道の街路を舞台に、 観客全部をトラックの上に乗せて、西に向かって走らせながら、上演してみたら面白いだろうと言ってくれたが、私はそれを聞いて、実に嬉しく、そしてそういうことも不可能ではないだろうと思い、そういうことが全部的には実現できないとしても、そのような考え方やセンスが現在の演劇に多少ずつでも生かされていけば、演劇も 生々とした生命を取り戻しうるかもしれないと思った。1952年11月、三好十郎。